続いてバス路線の維持についてであります。あすみが丘の住民からですね、路線減便が続いて大変だというご相談がありました。これ来年4月からですね、この長時間労働バス運転手の改善のためのですね、改善基準告示が改正をされる、運転手確保が必要となってですね、バス路線の廃止減便のリスクが高まっているということであります。その上で伺います。本市において今年度バス路線が廃止された路線数、バス減便本数についてお示しください。バス事業者が減便等を実施いたします際には、国土交通省関東運輸局への届け出が必要となりますものの、本市への報告とは義務化されてはおらず、実態との把握が難しいことから、各事業者に対しまして、速やかに情報提供を求めるなど、状況把握に努めているところであり、また、今年度一定期間運休しておりまして、4路線が廃止されましたことは承知をいたしております。スライドをご覧ください。これはミドル区における千葉中央バスによるダイヤ改正で、あすみが丘東線の9本減便、大前の調整は32本の減便ですよ。非常に大きな影響が出ています。さらに深刻なのが、左津賀線、釜取駅から津賀駅、千葉中線は時計駅から王子台団地、これを結ぶ路線がですね、津賀線は35本から8本、千葉中線は32本から3本大幅な減便であります。これ事実上の廃止に近いものであります。さらに来年4月路線廃止が示されて、地元住民から交通存続を求める声が多数寄せられております。津賀線は1日約97人、千葉中線1日に約75人の利用があります。これ廃止への影響はあまりにも大きいため、市による新たな代替交通の導入の検討も必要であります。そこで伺います。釜取駅から千代台駅や津賀駅を運行する津賀線と時計駅から王子屋団地を運行する千葉中線、来年4月以降の運行継続に向けては新たな財政支援を行うなど路線を維持するよう求めますが対応を変えます。また万が一ですね、継続が困難な場合は市が責任を持ってコミュニティバスや、あるいはデマンドタクシーの運行を行い、地域の皆さんの交通の足の確保をしていただきたいということでありまして、地元からはですね、毎朝6時11分にバスに乗って20人も乗ってたと、これがなくなって大変だという声もありますので、ぜひこの代替の交通手段の確保にですね、全力で取り組んでいただいて、この地域の皆さんの足を守っていただきたいということでありますので、強く求めたいと思います。答弁を求めます。津賀線と千葉中線につきましては、現在本市といたしましては来年4月以降の運行継続について事業者に求めているところでございます。バス事業者と意見交換、ヒアリングなどを実施しながらですね、路線維持のための必要な支援などにつきまして、検討いたし取り組んでまいります。